ヨーダは抜け殻となったアーウィンの顔を覗き込んだ。ああ闇。え、入っちゃった感じ。うわ、なんだこいつ。なるほど、新鮮な食材がやってきよったわい。何年ぶりかの。なるほど、まあおそらくこの魔物がこいつの体を奪ってるっていうことなのかな。お、我が絶望の中に落ちてくるがよい。極上の悪夢を貴様にも見せてやろう。恐ろしい、ドスの効いたヤクザかよ。あ、こいつを外側にまず出すことから始まるのか。口惜しい、かわいそうに。もしあの日に戻れるのなら、地獄の豪華に役立てもいとわず。口惜しい、口惜しい。あ、地獄の豪華に焼かれてもって思っちゃってるから、その心の弱さに魔物がすき込んで体を奪われてしまった的なことなのかしら。お、何ここ。お前はいつでもどこでもいろんなとこに。おお、なんだここ、アーウィンの記憶か、昔だね。あ、クレイモラン王とか。アーウィン様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただきありがとうございます。祝杯の日、ご子息のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。なるほど、勇者が生まれた日かな。皆様、おアーウィン、ありがとうございます。本日は我が国イグノアにとって特別な日、うん、祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。偉大な王アーウィン、サマディーよ。わあ、サマディーとクレムラン、お二人ともようこそユグノアへ。うわ、いやいや、久しぶりですな、アーウィン殿。このような盛大な宴での歓迎、感謝いたしますぞ。楽しそうだ、ね、本日の四大国会議はロトゼタシアの今後を決める重大な会議。なるほど、生誕祭、勇者生誕祭じゃなくて四大国会議の日だ。この日に襲われたんですよね。我が国サマディだけのけものにはさせませんからな。一つよろしくお願いいたしますよ。王様として重要な仕事をしてきたんだね。四つの大国の王が一堂に会するなど、わしが知る限り前代未聞の事態じゃって。あ、そうなんだ。それほどご子息、伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。本日の会議楽しみにしておりますぞ。わお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 、我が息子のため遠方から来訪していただき心より感謝いたします。かっこいいな。四大国会議が始まる際にまたお声をかけさせていただきます。私は準備がありますので、これで。ほう、勇者を生まれたから。デルカダル王はどこに。おう、デルカダル王いないね。はっ、デルカダル王はロー様とお二人で城の中庭の方に行かれました。あー、ローとデルカダル王はこの頃は結構仲がいいんですよね。うん、アーウィン行っちゃった。過去の記憶の世界に来たってところかしら。そんなに焦らなくても、四大国大会が終わればすぐにウォーダー様をお披露目されるわよ。そういえばさっきアーウィン様がデルカダールの王様がいる中庭に向かったわ。そろそろ四大国大会が始まるかもね。どこの貴族ざます。かつて世界を救った勇者様の手には命の大事に選ばれし者の証、竜の紋章と呼ばれるあざがあったらしい。竜の紋章っていうの、これ大の大冒険じゃん。そしてこれは噂なのだが、ヨーダー様の手にもその勇者様の同じあざがあるそうだよ。そうそうそう、ああ、ヨーダーの姿が見えていないようだということで、やっぱりこう、なんだろう、記憶の世界に紛れ込んでる感じだね。クレイモラン王、各国の王が集結する四大国会議、これは一波乱ありそうじゃの。さて、お手並み拝見とさせてもらおうかの、カッカッカ独り言。こうか、これからこの四大国大義が始まる。本当はどんなお話をする予定だったんですかね。まあ、この後魔物たちが攻めてくるわけだけど、生まれてきた子を勇者として育てるなんて考えただけでゾッとしちゃうわ。私ってたその女性耐えられないもの。お前みたいなクソはワーの元に勇者なんて生まれてこないんだよ。
アウィン様は騎手として武勇に優れているだけでなく王の聡明さを持ち合わせた偉大な方、その上生まれてきた子供が勇者なんて言うんだから完璧すぎて何も、確かに完璧な経歴よのねえ、騎手として最強、王妃様も続婚、王様になってしかも偉大な王、お前食ってる場合じゃねえよ。そんなアーウィンと比べてお前はどうなんだ、腹出して。サマディオ、いやー、愉快愉快、料理はうまいし客は各国の王族ばかり、さすが勇者様、お披露目パーティーだ、もうすぐ生まれるわしの息子にもこのパーティーに負けないくらいの盛大な。サマディオね、なんだっけな、忘れちゃった、サマディのあのしょうもない王子。うん、我がサマディ王国と同じくユグナ王国の兵士からも騎士道精神を感じると、おそらく王であり騎士団長でもあるアウィンソンの教えを忠実に守り、いい鍛錬して、お王であり騎士団長、騎士団長も継続してるの、誰かに譲れ、なんだみんなして、勇者勇者と昔の伝説にしか出てこない存在なんて俺に言わせない前つばものだな、勇者よりも信じられるのはデルカダール王国のグレーグ将軍だろう、彼の切磋琢磨の英雄にふさわしい、おそうだそうだ、デルカダル王国のグレイグ、これでも16年前だからかなり若いですよね、この頃から将軍ってすごいよな。勇者のお披露目パーティー兼4カ国会議なんですね、つぶらな瞳。素敵なパーティーですわ。もうこれ多分デルカダル王のところに向かったアーウィンを追えってことです。うわーいるじゃん、わーイベント発生、お 若き士のロー、もうジジイだけど、そろそろ四大国会議を始めましょう。あ、四国会議じゃん、四大国会議。準備をお願いいたします。わあ、まだこのどうなんだろう。王から話を聞いたぞ。そなたの息子があの勇者の生まれ変わりとはな。うん、そうなんだ。この頃のデルカダール王はどうなんだろう。これもうウルノーガに乗っ取られた後なのかな。でもそうだよね。これ四大国会議の時に魔物が攻めてきたということは、もうこの時点ですでにデルカダール王はウルノーガイコールウルノーガなんじゃない？はい、はい、っつって。息子は四大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。お披露目か。こんな大勢の方に祝福していただいて改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。いやー、それ言っちゃダメよ、目の前にいるのウルノーガよ、魔王。お、何？話は後ほど聞こう、先に会議室へ行っているぞ。なるほど、この勇者が呼ばれたからこの何四大国をどうするかって話をするのか。でもこの頃そんなに魔物がはびこってないんだよな。ロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな、皆思うところがあるんだろう。ほう、思うところ。さあアーウィンよ、そろそろ時間だ、あの子を預かりにエレノアの部屋に行ってきておくれ。はあ、エレノアの、あ、王様、そのなんだ、王様たちがいっぱい喋ってるところに勇者を抱っこして、これがうちのベビちゃんだよっつって合わせんのか。しかしなぜよりによってユダー様をお披露目する日に四大国会議を開催するのだろう。確かに確かに、別に一緒にやんなきゃいけないの、何か早急に決めなければならない大事なことでもあるのだろうか。もしあ、そっか、早急に決めなければいけない、だからなんだろう、勇者が生まれたからこの勇者を四大国でなんか育てていこうということなのかな。来たるべき魔王が来る日に備えて、まさかあのエレノア様が勇者様をお産みになるとはなんと喜ばしいことだろう。小さい頃は城の者みんなが手を焼くほどエレノア様のおてんばだったが、どうか神秘的なオーラがあったものだ。おっと、この足を誰かに聞かれたらええな、さっさっさっ。あ、エレノア自身も結構ちょっと不思議な子だったんだ。へー、勇者を産む母っていうと、なんだろう、ドラゴンクエストで言うとね、あのドラゴンクエスト5とかフローラとか、うん、あとなんだろう、ビアンカとか竜の一族みたいな言うよね。もうまたいなくなったわ。まああのくらいの年の頃には王族の宴なんて退屈よね。ただでさえデルカダール王女のマルティナ様おてんばで有名だし、本当にどこ行っちゃう。ああ、マルティナも来てんのか、ここに。そっか、まあ、このドラゴンクエスト11は結構その過去のドラクエのオマージュがいっぱいあってね、あの、お、一回来んの初めてじゃね。なんだっけ、そうそう、ネルセンのね宿で泊まってみんなが同じ夢を見るっていうのもドラゴンクエスト4で、ロザリアだったっけな、があの人間たちにいじめられてしまって助けを求めるっていう夢があるんですけど、それをちょっとオマージュっぽくしてる感じがありますよね。君かわいいね、僕は有名な王族の雫なんだ、君さえよければ今度その雫に合わせてあげるよ。どうしようかな、おい、ユグノア、ユグノアの次女。お前ここで働けちゃうと、何貴族にお前口説かれてんの。おおおおおお、戦ってる戦ってる、
最近メキメキ頭角を現してきたデルカダールの若き猛将グレイグ。先ほどジョーカーですれ違ったが、あの風格はまさに英雄そのもの。ああいう男が世界を動かしていくのだろうな。指くわえて見てんのかよ。アイサはもともとエルナー様をお参りしていたユグノア王国最強の騎士。魔物に襲われたエルナー様を救ったのが恋の始まりだった。私もいつかそんな出会い。おい、不純な動機、不純な動機。救ってもらって恋しちゃったのね。結構単純な出会いだ、ね、ありがちな出会い。まあね、そんなピンチの時にね、救われちゃったらそりゃ好きになっちゃうわ。まあでもその好きになった人がね、強いだけじゃなく王としても才覚があるっていうところは、うん、エルノア自身もなかなか見る目があるんでちゃう。じゃあ3階上がってみましょうか。エレナの部屋に生まれたての勇者、ほかほか勇者がいるはず。あれが最近妙な光を放っている勇者の星か。なんだか不気味な光だな。せっかく勇様が誕生してお祝いムードだっていうのに不吉な前兆じゃありませんように。ああそうだ、崩壊後のあの赤いでっかいやつ、あれ勇者の星なのかな。なんか怖いっすよね。お、先ほど元気よく走られていたのはデルカダールの姫君か。亡くなられた王妃にいて美しい方であった。おお、マルティナにも会いたい。あれこっちじゃないのか。あれどこだ、こっち行って左側の部屋、うわーがエレノアの部屋。その前ちょっとこっちがローの部屋か。ローの部屋ちょっと行ってみようか。よいしょ。おじいちゃんいないか。まあ、いやだったらロー様ったらまた新しいムフフ本をベッドの下に隠してる。見つけられてるじゃん。この間エレノア様に全部見つかって没収されたのに全くもうブツブツ。ベッドの下に隠すってわかりやすい。中学生か。今時の中学生、今時の中学生はエロ本を買うんでしょうか。もうインターネットがあったらね、エロ本なんて不要でしょうよ。もうエロいコンテンツを探そうと思ったらなんぼでもあるでしょう。まあ、ローもね、そんな時代に生まれたらもうそんなのばっかり検索してんだろうな。こんにちは。ロー様が熱心に読んでおられたのはユグナヤに古くより伝えるロー出戦記。あの本に書かれていることといえば、いやいや、いかにかヨダ様が立ち寄るめでたき日に余計なことを考えないようにしよう。ほう、ロー出戦記に何、ちょっとそんな不吉なこと書いてあるの。ロー出戦記ってなんかどこだっけ、どっかであったよね。王と王妃の部屋からまた笑い声が聞こえるな。ああ癒されるな。うわあ、そんなもう幸せの時にもうこの後ね、魔物が攻めてくるって分かってるから切ないわ。入っていくと、わ、すげえ、赤ちゃんの声。あー、かわいい。あ、マルティ、こんなに小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃいそう。エレノア様、この子に触っていい？あ、かわいいな、エレ。マルティナもこの後過酷な運命を背負ってると思うと悲しいわ。そしてエレノア、この子ったらマルティナのこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。遊んでバブ。うわ、かわいいな。かわいいな。この子は勇者として生を受けた希望の子。かそれもかわいそうだね。この子が大きくなったら父親に似て、いかなる困難も乗り越える力強くたくましい子になってほしいわ。うん、よくそんなこと言えるね。なんか普通の親だったら、なんかもうそんな重責に担われないで普通に育ってほしいと思っちゃうよ。エレノア様に似たらみんなに優しい子になるわね、きっと。マルティナも優しいこと言ってくれるわね。あら、なんか怖い。うわー、不吉。うわー、不吉。アーウィン様。アーウィン、知り合いか。さあエレノア、もうすぐ四大国会議が始まるよ。その子をこちらへ。ああ、いや、この後あのオープニングムービーでの悲しい。お前ちょっと、これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど。いっぱいか。何があってもパパが守ってあげるからな。いやいや、あのね、赤ん坊、生まれたばかりの赤ん坊のね、その抱っこの仕方ありえない。首座ってないから。まったく、あなたったら、そう強く抱きしめたら苦しいじゃないね。首の座りを心配しろ。今日みたいな特別な日に
急にこんな天気になるなんて。私、さっきから何か胸騒ぎがして。鋭い。大丈夫だよ、エレノア。エレノア、安心してくれ。何があっても、君とこの子は私が守るから心配いらないよ。かっこいい。守れなかったけどな。かわいそう。アーウィン様、私は守ってあげよう。マルティナのお父さんは強くて勇ましいベルカダール王だ。私よりよっぽど頼りになるよ。わあ、かっこいいこと言うね、アーウィン。自分より君の父ちゃんの方が偉いんだよ、すごいんだよっていうことを言ってあげるっていう。さて、会議が始まる時間だ。はい、私はそろそろ行ってくるからね。エレノア、後のことは頼んだよ。後のことか。いや、なんかもうこれがこの二人の最後だったみたいな感じなのかな、もしかしたら。せつねー、行ってらっしゃい。あなた、坊や。坊や、せつねー、せつねー。そこに誰かいるの？どうしたの、エルナーさん。誰もいないわよ。あら、気のせいかしら。あの子のヨーダの剣を感じるなんて。今アーウィンと一緒に会議するんだ。今日はユダにとって大事な日なのに、私が不安がってちゃダメよね。こんな時なんだからしっかりしなくちゃ。母さんにはわかるんですね。弟ができたみたいで嬉しいな。ユダが大きくなったらいっぱい遊んであげようと。遊んで。いやー、この二人もかわいそうだな、エレノア。母さんとの写真撮っとこうか。こっちも一枚。お前だけ、お前だけカメラ見せんよ。行こうか。あ、老子戦記。なんかそんな悲しいこと書いてあったっけ。老子戦記という本。生命を紡ぐ命の大切の息吹より生まれし光の勇者。勇者の光尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の神を生み出さん。影の名は混沌を滑る邪悪の神で。なるほど。勇者が生まれると漆黒の神を生み出さん。邪悪な神が現れると。わあ、確かにそれを見るとなんか切ないね。勇者が生まれるっていうことは邪王、邪神が来ると。あ、だから 四大国会議を開いて、もしかするとこれから来るその邪神に対して四大国で協力しようって話なのかな。四大国会議行きますか。いよいよ始まるんだな。大丈夫先輩、自分警備の仕事は誰にも負けせん。ドンと任せてください。ドンと警備か。警備を厳重にしろ。お前らフラグ立てんな、警備警備警備っつって。いや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 、攻めてくるから。お前らが不甲斐ないから優遇が滅びたんだよ。もう一回セーブしとこう。この先か、何を話し合おうっつってたんだろうな。いや、まあ多分そうなんだろうけどね。歴史に刻まれる重要な日、四大国会議。うわ、もうもろオープニングムービーのところじゃん。あ、で、勇者である子、あ、寝ちゃった。を皆様にお披露目。あの子が、そうなのか。オープニングムービーと全く一緒じゃないか。ああ、竜の紋章。間違いあるまい。うわ、かわいいね。あ、その勇者を、机の真ん中に。暗黒の深淵にたゆたう。邪悪の神、やっぱりそうなんだ。凍てつく黒き闇をまといて、母なる大樹に迫りし時、おお、光の紋章を携えし勇者、聖なる剣で邪悪の神を打ち、閃光となりてロトゼタシアの地を光で照らさん。そんな伝説信じてんのろ。老子戦記終わりの歌か。ああ、終わりの歌。そんな昔の伝説信じてんの？戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし、うん、確かに。しかしこの世界にまた勇者が現れた。以前に比べ、ロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。あ、そうなんだ、増えてんだ。はあ、アーサーを率いるヴァンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。そうだ、ヴァンデルフォンはもう滅びてんだよね。これなんか何年前かに滅びてんだ。うん、このような事態の中、
勇者と同じ痣を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか、聡明なる王たちの見解を問いたいと思う。かっこいいな、ロー。いつもと違って、ピチピチバニー言ってるローと違う、ね。聡明なる王。おいおいおい、なんか言ってくれよ。おさまでよ。邪悪な神だとか、魔物が増えたとか、いろいろおっしゃいますがね。どんなに不穏な影が世界を覆うとも。いやー、なんかしょうもない王だな、こいつは。そして伝説の勇者が誕生したのですぞ。勇者がいる限り、この世界の平和は約束されているではありませんか。甘い甘い、考えが甘い。なるほどの。お、勇者がいる限り平和は約束されるか。そうでもないんじゃない。ロー殿も人が悪い。先ほど語った老朽戦記、肝心な部分が抜けておったようじゃが。ほう、肝心な部分、何、どういうこと、何何何何。始まりの歌、老朽戦記の第一章、勇者の誕生が記された助言だ。そうだね、勇者が現れたら邪悪な神が迫ってくる、そんな始まりでしたよね。生命を紡ぐ命の体重、ここここ、その息吹より生まれし光の勇者、うん、勇者の光尽きることなきまばゆさで、果ては漆黒の影を生み出さん。なるほど。影の名は混沌を滑る邪悪の雷。いや、読み方を変えると、勇者の光で影が生み出され邪神が生まれるから、勇者が生まれると邪悪の神が現れる。もう悪魔の子っていう。おいおい、出るかだろう、お前もう、お前ウルノーガだろう、そういう悪いこと言って。おい、ちょい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 。それでは伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。いやー、そういうわけじゃないっすよ。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。太古の昔より定められた摂理じゃって。うわー、みんなみんな人が悪いの。何、ちょっとやめてよ。光と闇は常に表裏一体。なるほど。勇者の誕生は命の大樹の福音か、邪神の目覚めの暗示か、果たして。いやー、超意地悪だな、お前、鼻長いくせに。やめてくれ。言葉が過ぎますよ、クレイモラン王。そうだ、勇者が悪と同等の存在などと。怒ったよ、アウェイ、怒って。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではないぞ。何何何何何、聡明なクレイモラン王。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃろう。ご子息の誕生と同時に起きた異変だ。いや、クレイモラン王も人が悪い。何、こいつも敵なの。なんということ。何、ユグノアって内部から崩壊したの。怖いおじさんばっかりだね。わしには聞こえるのじゃよ、まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌うロトゼタシアを混沌へ導く破滅の歌が。何ですか、幻聴よ幻聴。もう年取りすぎて頭いかれてんだって、クレイモラン王。勇者よ、そんなことばかりとこなかこの前あるな。一理あっちゃう、デルカダルオ。デルカダルオ頼むじゃって。緩やかにだが確実に、世界には禍々しい足音が近づいている。ああ、その兆しが各地で起こっているのは真実だ。まあ、実際そうなんだろうな、魔物が増えて。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元凶を絶たねばならない。おい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 、何言い出すんだデルカダルオ。たとえそれが伝説の勇者であってもな。おい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 、人殺しよ人殺しよ。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。あーい、あー言ってやれ。なんて奴らだ。てんてんてんだよ、そりゃ。息子が生を授かる直前。はあ。何を語る、アーウィン。命の大樹から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をあばゆく照らしました。
ほう。その直後、その光に共鳴するように光り輝くあざをその手に携えたこの子が生まれたのです。なるほど。この子は孫をことなき伝説の勇者、大いなる闇を晴らす力として命の大樹が与えてくださった希望の光です。よく言った、ウィン。鳥肌がやべえ。光と闇は表裏一体などではない。なるほど。命の大樹の申し子である勇者の聖なる光は必ずや闇を消し去る。私はそう信じます。やべえ、泣けるぜ、アウィン。なんだなんだなんだ、お前試したのか。お前よくぞ言った、アウィンよ。もしも我らの意見に賛同していたら即刻勇者を引き取るところだったぞ。おい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 、デルカダールチョーク、試したな若き王、ジジイたち。そういうこと。勇者は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。全力で守らなければなるまい。急にかっこよくなってる。お前ウルノーガじゃないの。ちと意地悪が過ぎたか。お前もか、クレイムランチョーク。まことの心を知りたかったんじゃ。許せ、アーウィン殿。この野郎、鼻が長い。ピノキオジョーク。勇者への支援を約束する。その子が16歳になった暁にはデルカダールで修練を積ませよう。あ、そうなんだ。勇者にはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。なんで16歳なの。それよりもなんで。おお、本当は。皆さん、本当はこの時点では、ありがとうございます。4大国すべての力を使ってこの勇者を、伝説の勇者を闇を払う存在に育て上げよう、そんな話がなされていたんですね。うわあ、おお、固く手を結ぶ。サマディーを全然乗れてないじゃん。これにて一件落着ですな。まあ私はこうなると思ってましたがね。お前の玉の小ささをみんな分かってるから。蚊帳の外じゃねえか。では結論は出たようだな。我らの心は一つとなった。なんかちょリーダー感になってるかだろう。だから首座ってないんだって。すべては命の体重を導きのもとに。おお、やべえ、泣けるな。さあこれで四大国会議は終わりだ。やべえ、勇者を待ちわびている者たちにその子の顔を見せに行かれよ。行かれよ。はい、デルカダルをありがとうございます。この時はまだ普通なのかな。それでは皆さん、長々とありがとうございました。四大国会議はこれにて。おお、しまいか。アウィン様。やめて。どうした？皆様、お逃げください。魔物が我が城に。うわ、ウルノーが連れてきてんじゃん、デルカダール王よ。グッフ。うわー。いっぱい来ました。泳いでる炎の戦士。そうやって飛ぶんだ。皆さん大変です。